いいかしら。ねえ、旅人さん。あなた、旅団の人でしょ？あなたたち宛ての手紙を預かってるわ。親愛なる隣人へ。私はずっと君たちの様子を見ていた。君たちが何を思い、何を望み、何をなすのか。そして君たちは導いてくれた。私を長年の問いの答えへと。礼を言おう。オルステラの光たちよ、君たちをオルサ、今こそ全てを打ち明けよ。フィニス。
面倒だな。いいよ、出そう。一旦引くか。いい感じだな。ざっとこんなもんよ。選ばれし者よ、ようこそおいでくださいました。さあ参りましょう。選ばれし者よ、よっ。なあ、選ばれし者よ、よう。選ばれし者よ、そして皆さん、よくぞお越しくださいました。あなた方はあるお方に選ばれました。我々は神の指輪の御子、いにしえより神と指輪に仕えし一族です。この方からお話を。選ばれし者よ、私を覚えているか。あれから君に指輪を授けてから、私にとってほんの一握りの時だ。私の名はフィニ。すべてを授けし者。君は、君にとって長い間旅をしてきた。だが私は、さらに長い時をかけ君を探していたのだ。かつてこの地オレステラには天も地もなく混沌のみがあった。やがて元老神オルサが生まれ、自らと似た姿の私を作った。オルサは私との間に12人の子を設け、12人の子たちは
新たな命を作った。人間だ。人間は？あんたの子らが俺たちを作った。そういうことだ。ってことはあんた、俺たちのじいさんか。あの原母神ウォルソン。ではこういうことか。あなた。聖火神が。信じるほかないようだ。光栄の至りだな。神に謁見できるとは。で、その神様は俺。話を続けよう。すべての始まりであり、我が妻だったオルサは13人目の子を産み、命を落としたのだ。私はそれを嘆き悲しんだ。長く長く、やがて私は死の世に向かい、オルサを見つけたが、彼女は深い眠りにつき、決して目を覚まさなかった。だがオルサをよみがえらせる方法が一つだけあった。指輪だ。大陸を守りし8人の神々の力、その全てを捧げることでオルサはよみがえるのだ。だがその代償として彼らを失った大陸は闇へと落ちる。私はこの地におり考えることにした。人間たちは愚かにも憎しみ殺し合い、大地の果実を貪っていた。欲望という果実を。私は葛藤した。そして数百年の後、ある考えに人間たちに託すことにしたのだ。生かすべきか滅ぼすべきか。私は8人の神々の力を8つの指輪と変えた。そして人間たちに与えたのだ。指輪を授かった者たちは皆欲望に染まり虚悪となった。だが選ばれし者よ、君だけは違った。君は聖火神に導かれながら、心清き者たちと共に7人の指輪の主を倒し大陸を救った。
君が示してくれたのだ。人間の可能性を。私は決断した。オルサを諦め、人間たちの未来を選ぶと。これでよかった。君のおかげで、ついに決めることができた。選ばれし者よ。君に指輪を授けてよかった。さあ、最後の頼みがある。君の指輪を返してくれるか？ありがとう。だが、指輪との別れはつらかろう。覚悟ができたなら、話しかけるがよい。相棒。よくぞ決心した。八つの指輪たちはすべてここにある。そして彼らの役目は終わった。さあ始めようか。指輪を破壊する儀式。だが案ずるな。神々は指輪を離れあるべき姿へ帰るのだ。この先も大陸を見守り続ける。君たち、選ばれし者が闇に落ちそうな時、傍らでその心を支えた者たちよ。君たちは大陸を照らすかすかな灯火を守ってくれた灯火の守り手だ。君たちもその清き力を貸してくれまいか。目を閉じよ。そして大陸の未来をそっと願うだけでよい。さあ、力を一つに。マディ、ドラネ、イグム、サルム、ロフェム。
カダティオ・ノスタ。セレ・リベノエク・イムダ。セレ・デシデラ・イミリ。さらばだ、オルサヨ。人間たちに未来あれ。シグナ。黒い炎。まさか。シグナ。あなた、まさか闇に。私は従っただけ。あのお方に。真なる炎、私に力を与えたまえ。サザントさん。ロゼ。私は謝ったのか。やはり人いかにも人間とは欲深き者。それゆえ私は欲なき世界を作る。なんてこと。神様が灰になっちまった。選ばれし者よ、ご苦労だった。よくぞ指輪を集めてくれた。指輪はもらうぞ。悪く思うな。聖火神。やはり聖火神だけは貴様。まあよい、黒の巫女シグナ。ベルム・フラマ・マレティク・フラマ・アペリ・ヌク・ポルタ・ゲヘナ。あれは何が起きている。いいことじゃなさそうだ。サザントさん、どうして。悟ったのだ、真理は。青い炎など偽りだった。見ろ、これが真の炎。貴様の罪を焼き払う黒樹炎だ。黒樹炎。欲深き人間たち、生を捨て亡者となれ。我がしもべと。
奴らは。下がってな、剣王。場違いな客には退場願おう。そうだな。選ばれし者よ、来ます。一緒に踊ろう。出番か。覚悟はいい。雷鳴轟き、大気を貫く。火炎を切る。癒しの奇跡を与えたまえ。一旦引くか。確認してやる。弱点だろう。人に嫌われるぜ。行きましょう。集中していこう。やるぜ。邪魔するな。めんどくさいな。せんな。少し休みます。消えて守ってやんよ。助かった。クルター・グラキエス。貴様は。私を満足させてみろ。本気を出そうか。倒れよ。ポット、消えて。アールデイ・イグニス。ポット。壊れないでくれよ。援護。癒しの奇跡を与えたまえ。こいつは効くぜ。アールデイ・イグニス。なんだと。私を満足させてみろ。私に任せ。すまん。行くよ。頑張れ、頑張れ。助かった。助かります。少し休みます。一歩引く。アールデイ・イグニス。無駄。うわ。なかなか考えがいがあるね。
頑張ります。エンゴー二連合者アールデイグニス、守りが崩れた。おっと、譲ってあげるよ。よしと、ありがとうな。今がチャンスです。本気を出そうか。任せておけ。よっしゃ！おっ！おっ！火炎を焼き尽くせ！行こう！相棒！上出来だ。守ってやんよ。人に嫌われるぜ。集中していこう。やってやろうじゃん。しょうがないな。ご加護、助かった。アールデイ・イグニス、行きましょう。出番か。クルター・グラキエス、どう出グラキエス、計算通り。譲ってあげるよ。よしと、素晴らしい。こっからだ。面白いじゃん。本気を出そうか。邪魔するな。しまう。衝撃。ボクシャー、クルター・グラキエス、私の番。邪魔するな。覚悟はいい。
き尽くせ。いい感じだ。援護。今です。本気を出そうか。これで終わり。狙ってくぜ。少し休みます。引き飛びな。アルデイグリス。戦闘態勢に入る。はい。しょうがないな。B モードで倒すか。すまん。頑張れ頑張れ。助かった。覚悟はいい。はっ。どこ見てるんだ。私を満足させてみろ。キャッ。壊れないでくれよ。終わりだ。この程度か。これは一体何だ。この世のものとは。剣王の辞書にも載ってねえが。扉が。欲なき世界を作るだとか言っていたが、あのふざけた男は何者だ。サザントス様、私を守ってくれた優しい人です。なぜあんなことを。旅人よ、君は旅の果てに何を望む。その欲とは底なしの谷のように深く。通らせてもらうぞ、フィニスよ。そしてこの世のすべて黒き炎で焼き尽くそう。そして私が貴様たちにもう一度すべてを授けてやろう。皆さん、私たちが結束し事態に向き合わねばなりません。
しかしながら、その全容はつかめていません。早急に事態を調査し、何をなすべきか話し合いましょう。我々、ともし火の守り手が。